はい皆さん、こんにちは、ちでございます。88の何でしたっけ ?8 の雰囲気ですね。やっていきたいと思います。まあ、前回のね、前回のパートはよく喋りましたね。まあ、今回もね、取りだめなんでね、連続でやってますんで、多分、私のモチベーションがそうなってると思うんで、まだまだ喋っていくかもしれないです。今週めっちゃ喋るかもしれないねって言ったら、もうネタすぎてつきちゃうんですよね。まあ、そんなわけで、あの前回のパートから続いてしまいますけど、あの、なかなか時間が、 うん取れないので、ユーロトラックもね、やろうと思えばできるんですけど、今はどちらかというと、仕事に、仕事してますね。ああ、そうだ。あと仕事といえばね、まあ前から何度も言ってますけど、<laughs> チャット GPT。もうとうとう私自信がなくなるまで <laughs>、チャット GPT さんにお世話になってます。<laughs> もうチャット GPT さんがね、出す答えがね、こんな内容インターネットでよう調べないわっていうような内容まで拾ってくれるんで、すごいですね。 ただやっぱり質問の仕方間違うと偉いことになりますね。もうチャット GPT さんも結構強情なんで、質問変えても同じ回答してきて、あなたの言うてることはごもっともですとか言ってくれるんですよ。あなたのご指摘ごもっともです。これはダメですね。みたいな感じで。じゃあ、あのー、その部分、指摘された部分作り直してこうと、これですダーン出してきても、指摘する前と同じソースコード平気で出してきますからね。へへへへ、どういうことって、何か変わったんですかって。 何々が変わってますって言ってるんですけど、変わってないんですよね。うん。まあ、これ私の質問の仕方が悪いのかなっていう気もするんですけど、あとね、やっぱりね、もうさすがに私もね、あの、あ、そうだ、チャット GPT も今ね、えっと、バージョン4をある程度無料で使えるようなんですよね。なんだっけ、4、四四 4O だっけなんか使えるみたいで、で、ある程度使っちゃうと、ある程度、時間、ある時間、1日何本までって決まってるのかないっちゃうと、 もうチャットが止まっちゃうんですよね。そのスレッドが。その話題が止まっちゃって、もうそれ以上チャットできなくなる。で、翌日にならないとできないとか。そんな感じになっちゃうんですけど。まあそうなったらまた新しくね、スレッド開いて、今度は通常の3.5。3.5だけでも全然十分なんで、で、やるんですけども、もうね、ちょっとさすがにね、あの、えそんなの公式に載ってるっていうところまで。 で、実際そういうやり方がちゃんと動くんですよね。もう逆にね、わからなすぎて、なんかやばい処理は、これやら、やばい処理なんじゃないのっていうこともありますし、あと、うん、そんなのどんな検索しても出てこないよっていう。でもちゃんと動いちゃうみたいな。でもその、それがね、あの、もう、あのー、 なんて言うんでしょう。あの、その言語形態とかの、その、まあ私もね、結構、もうまあ経験はまだね、今の、今のこのプログラム、まあオブジェクト思考言語って言うんですけど、オブジェクト思考言語って、まだ十数十、十数年なんで、あの、まああんまり偉そうなこと言えないんですけど、ただ私の場合は、あの、本当に毎日、ほぼ毎日コーディングしてるんで、まあね、多分あの、ディーラーで、 あのー、3日に1遍しかプログラム、まあ、ディーラーの方って結構3日に1遍とかね毎日プログラムする人は少ないんであ,んあ,のあの手の人たちに比べるとそ,も <laughs> その手の人たちよりは多分ガッツリやってる方だなとは思うんですけどだからまあ結構ね自信ある方なんですけどその自信が打ち砕かれそうですねうんもう何て言うんでしょうねうん そんなの、海外で知ら、英語で検索しても読み切けないよっていうようなことが、え、そんな仕組みあるのっていう感じですね。うん。だから本当にね、あの、うん、だから、まあなんちゃってプログラムも増えるでしょうねとは言いましたけど、逆になんちゃってプログラムだったら多分そこまでの回答引っ張ってこれないのかもしれないっていう、ちょっと思いもありますね。結構具体的にああだこうだって指示してあげないと、 そんな深くは出てこない。ただ、あの理解力はすごいですよね。うん。だから、いや、もうね、ほんと、ああ、もう私、AI がないと、できなくなってきちゃうっていう <laughs>。<laughs> ただ、その代わりね、あの、多分、どうだろう、このままいっちゃうとね、生産性が結構、爆上がりなんで、私。<laughs> もうこんなこと言っちゃったらなんですけど生産性爆上がりなんでこれは多分世の中もそうなると思うんでプログラム単価は下がる気がしますね下,がらな下げないとっていう感じになってくるようなうん気がしますねただプログラム界隈はもっと荒れそうな気がしますね今でさえそのスキル低下がすごくねギャーギャー言われてるのに あでもこれあれあだわもうプログラムの専門学校なんかいらないんじゃないのかなよくあるでしょ、コンピューター学院みたいな。まあ、ただでさえね、私、あのコンピューター学院なんかもういらないよって思ってるタイプなんですけど、あそこはただの、あの、あっせん屋だよっていうような感じで思ってますんで、あの、就職のね、金払って就職の、就職先を買いに行ってんだよって思ってるんですけど、まあ、ですから、あの、ね、ああいう専門学校で、 本当に、あのー、行って、行って正解だなって思うのは、多分5本の、上から5本の指に入るぐらいのも、まあ、うん。あの、本当にプログラムがっつりやってたりとか、天才肌みたいな。でも天才肌の人って専門学校行かないとっていいからね。うん。で、やっぱりね、よく聞くのが、その、専門学校ではあんまり聞きませんけど、あの、就職支援機構みたいなのあるじゃないですか。 あの、ハローワークとか通じて。ああいうのはまあまあ無料で受けれるやつね。ああいうのはもうただのビジネスになってるだけなので、ねああいうのはひどいとは聞きますね。紹介されるとこもろくでもないみたいなね。で、紹介されたとこはされたとこで、あの、来た人間ろくでもない。<laughs> 今、本当にね、もうあの、マッチングサイトを使ってる人たち、マッチングサイトを使った人たちから聞くのは、あの、スキルが低い。 プログラマーのスキルが低いエンジニアのスキルが低い。で、あのエンジニアから聞くのは、客の質が低い,っていう、ね。よく、もうお互い様だな、みたいな。だからやっぱりね、ああいうのはマッチングはね、あんまり良くない気がしますね。なんか宝くじ買ってるような感じが。ね。もうハズレが当たり前みたいな。まあでもそんな感じでもうね、もうネットがあった段階でもう、ああいう専門学校なんかいらないね。独自で、まあ私独学でやってましたからね。 まあ私の場合は環境良かった、ねうん、もう、ねえ、お給料出してくれて、はい、独学でやりな、教えれる人間いないから独学でやりな、みたいな感じで。で、まあ、あの、師匠みたいな人について、まあ、この師匠がね、本当に良かったと思います、本当ね。うん。あだから独学でもないんだよね。あ、でも独学に近いよね。うん。どっちかいうと、その、具体的なことを教えてくれる師匠じゃなかったので、 ただ根本的なやり方、目に見えないようなやり方というか、そのプログラムの方法を教えてくれるんじゃなくて、あの、設計の、あ、そう、設計の仕方を教えてくれたね。あそうん。そうそうそう。だから、どちらかというとシステムエンジニアですね。プログラマーじゃなくて。でそんな感じでしたね。うん。まあ、だから、ね、そう、インターネットがただでさえもう普及して、すごく、あの、そういう情報が、プログラムね、 あのやっぱりプログラムする上で一番最初につまずくのが環境構築なんですけども,もう今環境構築なんか1日やったら楽勝できますもんねうんもう AI 使ったらね1時間ぐらいかなつい最近フラッターっていうのをね私や,やりだしたんですけどマルチプラットフォームね Google さんが作ったマルチプラットフォームスマホから PC から Windows から うん、あのー、一つのプロジェクトで全部賄えますよっていうまあまあうんあの作った,やっ,たんでや,やってみたんですけど普通ね私がね知ってる限りはね環境構築って1日ぐらいかかるんですよ下手すると2日目持ち越しとかあるんでまあまああのね、あのー、スマートフォンの環境なんでそれほど、あのー、大したもんじゃないんですけど攻撃することになってるわねうんあのー、やっぱウェブがね ウェブ大変。<laughs> ウェブの環境構築はね、いろいろあるんですけど、私が構築してるのは結構ね、うん、がっつりしてる方なんで、結構、1から組むとね、1から知らない状態で組むと、まあ大変。あ、1から知らない状態じゃ結構大変なものなんですけど、まあでも AI があったら結構早く済むかもわかんないね。もうフラッターっていう方、先ほどのフラッターなんかも1時間ぐらいで終わっちゃったんで、すごいなと思いましたもんね。うん、もう2時間ぐらい経ったら、あの、 ね、もう iOS と Android でほぼほぼ同じ画面でハローワールド r ーバンって作れましたからわあすごいなこれと思いましたねうんただやっぱりそのね経験がな,なかったりあちゃんと分かってないと AI に出す質問が多分ちゃんと作れないと思うんでねまあ AI もそのーねーもう理解力すごいから こんな言い方でよくそこまで理解できますねっていうような感じで思っちゃうんで、まあ、ほんとね、今、その AI をすごくき、あの、何あの、警戒してる人たちね、いますけどね、うん、まあ仕事取られるとか、うん、でも結構て、結構やっぱ言う人って、あの、金持ちの人が言ってるような気がしますね。うん、自分の今までの規則権益奪われるっていうような。 もう私なんかそんなもんなくて、もうどちらかというと、庶民のゲノゲの方なので、もうどちらかと,いうと言ったら、もう AI 乗っ取ってくれた方がいいんじゃないのって思ってるタイプなんでね <laughs>。うーん、どちらかというとね、もう本当にとんでもないこと追っぱ始まってリセットかかって、焼け野原になってリセットかかった方がいいんじゃないのって、ちょっと思ってる節もあるぐらいなんでね。うん、もう完全に負け組の方なんでね。だからもう、 あのーうん、既得権益が壊れるいいことじゃないって思っちゃうんで、うん、だから、あのー、イーロン・マスクとかもね、もう呼び捨てにしちゃいますけど、うんあのー、AI がって、AI は危険だとか言っておきながら、チャット g p t っていう名付け親ですからね、やつがね、ヤツのがやつが名付け親のはずなんで、<laughs> よく言うよと。 で、チャット GPT の何でさっきあの CEO のね、偉い人、うん、有名になった人いましたけど、あの人、けんあの人喧嘩というか、仲違がいしちゃって、で、出て行っちゃったんですよね。うん。で、自分は自分で、その、余ったお金でまた、あの、別のチーム作って、で、やっていこうとしてるんですよね、もう。だからね、もう、なんかそういうの見たらね、ちょっと前まではイーロン・マスク、おなんかすごいなとか思ってたんですけど、 今はね、もうツイッターに、なんかツイッターに彼の <laughs>、彼のつぶやきが必ず差し込まれるんで <laughs>、も,もう創業者だからかもしれないですけど、もうね、もう何,何言うとんねんっていうような感じで思っちゃいますよね。はい、えー、よいしょ。まあ、だいぶ話がずれちゃいましたけど、まあ、うん、ちょっとほんと、かみさんいなくてね、あ、まだこれ,これで、うちね、次男しかいないからまだいいかもわかんないね。今、長男出てっちゃったから。 こ長男いたらね、うちの長男全く動かないやつなんで <laughs>、私もたぶんぶち切れて喧嘩なってるわ、うん。次男は結構頑張ってくれるんですけどね、いろいろ頑張ってくれるんですけど、うん、でもなんかちょっと違うよっていうところもまああるんで、うん、もうちょっとここがね、というような感じもあるんですけど、うん、てなまあまあ言い出しゃきれないですけどね。うん、はい、遠くね。は勇、い、者に、と。 いやーよく喋ったなごめんなさいね、愚痴ばっかりでね。なんかちょっとぐ痴っと、ぐちったような、あの、ぼやいたようなね、雰囲気になっちゃったような気がするんですけど。わあ、なんか、もう出てき、もう出てこなくていい時に出てくるようになったね。うん。同志の方ね。 で、まだ、あれでしょう、私。3個 ?3 個だね。あ、でももう11個なくても勝てそうな気はしますので、でもある程度欲しいね。うん、前もやった時も、そんないい感じ。うん、楽勝ではなかったんでね。うん。じゃ次何手に入れんのだけど、私シールド持ってんだね。次、鎧かな。鎧と、 まあ、そこ上げしたいんで、ああ、縦まで行っちゃうかな。でもあんまりやりすぎちゃうと、2、ね、4人目が、ああ、でも4人目、あれか、魔獣なので、行かないといけないんだね、結局ね。どこなんだろうね、4人目がいるの。それもちょっと調べていかないと。画量、いざと単位ってまた打たないといけないのかな。はい、えー、はい、やっつけましょう。もう9万いったね。 これでも、あの、4人目が入って、武器入っても育てられますね。うん。これでもまだね、林の、林というか森の中は勝てないからね。やっぱりガイさんダメージ大きいね。今回は1、2、3の順でやってるはずなんですけど、まあさっきの商人は2番から行きましたけど、しまったね。はい。と思ったらまたいい時間になって、またファイトしちゃったね。 はいえー、船はおもちのようですねと、はい。じゃあね、ちょっとお時間の良くなったと思いますので、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。